アムネシアクラウド。またお前に会えると思ってたどこか行きたいところあるならはっきり言えよどこでも付き合ってやるから。 何か話したそうな顔してるなは何言ってんのそういうこと言うキャラだっけお前って。 そうか他の女に言われても何とも思わないけどやっぱお前に言われると違うなそのヘラヘラした顔バカっぽいけどそういうとこ結構可愛いと思う。 あっ、そう。お前って単純だな。報れるなよ。単純でどうしようもないくらい。可愛いってこと。何してもいいわけ。なら。 抱きしめてキスしたいんだけどもちろんお前のペースに合わせるもう無理やりドキドキさせる必要ないし俺たち恋人同士だからやっぱ会話だけで我慢とか無理なんだけどもっとそばに寄っていい 嫌なら嫌だって言えよ言わないなら俺止まらないからないつも通りだろいつも通り可愛いいよこの答えで満足か これがお前の言う恋人同士のやりとりなのかじゃあ次は俺の思う恋人同士のやりとりするからな子供の頃からよくここに来てたけど景色が全然違って見えるよなけど あの頃から変わってないことが一つありお前に対する気持ちだ昔の頃の気持ちとは多少変化があるだろうけどお前のことが大切でずっと一緒にいたいそのことだけは変わってない昔も今も世界で一番好きな女は お前ただ一人だ何赤くなってんだよおい顔背けるな逃げるなお前がここに来たいって言ったんだろ俺はできれば室内の 二人きりになれるところが良かったけど俺のエゴを押し付けても仕方ないもう子供じゃないし譲歩することも覚えたんだよこれでも前は本当に余裕なくてお前にドキドキさせて意識させることばかり考えてたけど 今は違うなあだってお前は俺のことをちゃんと男として見てるだろうその上で俺のそばにいることを選んだだから焦る必要なくなったからな いいよ子供っぽいって思ってたからでもあの頃とは違うんだよなお前の手は俺の手よりずっと小さくて繊細で柔らかい俺は この手を守らなきゃいけないんだなって感じるようになったそう感じたら逆に手が離せなくなった。 これくらいならいいだろさすがに口にキスはしない改めてお前のことが愛おしくてたまらなくなったんだよ我慢できないなんて子供っぽいかもしれないけど今は何を言われても話す気になれない昔は一緒にいられるだけでいいと思ってた けど、今はそばにいて触れてないとダメだで触れてるとますます話せなくなるんだけどな俺は昔お前にプロポーズしたことを忘れてたけど思い出さなくても結局同じこと言ってるんだよな 今もあの頃と変わらない俺はお前が一番好きだ言葉は同じだけど意味が違う言葉の重みが違うんだなあの時約束したずっと一緒にいるってやつ 俺は絶対守るからお前も守るよちょっと気持ち落ち着いたお前ってさなんでそんないい匂いするのお前のこと抱きしめてその匂い感じるとすごく落ち着く 温かくて柔らかい感触も好きだお前の全部が大事だ大切だ俺はそれを全力で守りたいって思う守ってやるからな <laughs> やっぱりお前の部屋か俺の部屋にしとけばよかったな むちゃくちゃ抱きしめてキスしたくなってきたそんな警戒するなよ強引にはしないお前がちゃんと心の準備できた上で許可してくれるまでは許可してくれたらちゃんと優しくする。 お前からちゃんと「うん」って言ってくれるまで待つよできる限りだけどさっきは我慢できなかったからなあんまり焦らされると保証はできない本当に じゃあ遠慮しない。お前から許可出したんだからな平気無理してないそんな可愛いこと言うな止まらなくなる。 分かってる。ここではこれ以上しないここではな今日はお前の行きたいところに付き合ったんだから次は俺の要望聞いてくれよなゆっくりとかのんびりするならお前の部屋がいい。 俺の部屋だとどうしても勉強しちゃうし勉強はお前に会ってない間にきっちりやっておくだからお前と会ってる時はお前のことだけ考えてたいお前のこと抱きしめながら日向でまどろむのもいいかもしれない。 もう焦る必要ないもんな。一日中、お前のこと抱きしめて、独占してもいいんだよな。じゃあ次の休みまで時間あるから、心の準備しておきよな。俺は、お前をずっと抱きしめてるだろうし、キスもする。 そうされる覚悟しておいてそしたら俺遠慮しないからお前に俺の心満たしてもらうから満足するまでは話さない次の休みが楽しみになってきた少し肌寒くなってきたし 今日はもう帰るかそれともまだ行きたいとこあるどうしたいまだ時間はあるしわがまま言ってもいいよ今日はお前が満足するまでとことん付き合ってやるから <noise> じゃあ俺 帰って勉強するから、お前も余計なことしてないで、早く寝ろよ。